市議会議員の川口博史です。今回は博多部の話を少しさせていただきます。以前から観光の有名なお寺もたくさんあって、福岡に来たらどっかいいとこありますか、どうしても私たち太宰府とかありますよと言ってしまうんですけど、ぜひとも福岡に来た方たちが昼間行くとこが少ないと、一日楽しめたりぜひ見に行きたいというのが少ない、たくさんの観光客が来る中でやはり、そういった素地を持っているのは博多部なのかなと、まあ、天神も買い物ではいいんですけれども、やはり昔ながらの、歴史や伝統を感じる街がたくさん残っているのは博多かな、そういった中で、市長もですが、それを面的に考えようということで今動き出しました。その、核となるのは串田神社を中心とする、まあ、霊前公園とかですね、霊前小学校の後のとこを、どうしていくのか、または、寺社が多い、獄所の方ですね、今出来町公園というのがありまして、そこを改修してここに観光にちょっと資するものとか、バスの乗り降りができる場所を、公園の中に設置ができました。でいよいよ地域も、霊前小学校の後をどうしていくのかと、当然災害があるとそういった避難場所としての機能も求められますし、または日常そういった観光に資するとか地域のいろいろな行事もありますから、資するためにはどうしたらいいのか、地元でも協議が始まりました。私たちも過去にはどんどんですね、人が少なくなって小学校を統廃合せざるを得ない4つが1つになると大変辛い思いもしましたし、地域の皆さんにも大変ご迷惑かけました。といった中で、霊前小学校跡が特に中心となりますが、どういった、施設と持ってきたらいいのか、または、必要じゃないものが来ないようにどうやって、誘導できるのか考えなければなりません。また特に思いますのは、山笠と大変な賑わいがあるんですけれども、まあ奉納なんですけれども、その中でやはり場所もいいもんですから、地価も高くなって人が住むには、とても家賃が払えないような町になりつつあります。これも何らかの誘導策、住宅を建てるならばファミリー系を建てるならばインセンティブがある減免があったり補助があったりとかですね、その他もあると思います。そうじゃない分にはやっぱり厳しく立ちにくくする、そんな取り組み、住宅を扶持しなければならないですよとかですね、なんか考えていかないと、祭りがあっても、そこに住むところがない。私も山笠出させていただいてるんですけど、そこのご自宅を借りて着替えとさせていただいてます。そういったところが、元がなくなればどうしてもやっぱり今までの大切な祭りの維持が難しくなってきます。しっかりとそういう点も合わせてですね、博多の町が人がにぎわい、そこに人が住んで、そしてなお昔ながらの歴史や伝統文化が残って、それが継承されていくからにぎわえばいいということだけではないと思います。そういった継承ができる町目指して大きな挑戦ですけれども、動き出しましたので、しっかりと、博多区で選出でございますので、しっかり、勉強して取り組んでいきたいな、そう思っております。まあ、知らないこともたくさんありますので、いろいろな関係者の方からの、声をいただいて、代弁していきたいなと思います。